皆さんこんにちは。元プロ野球選手の新庄剛志さんが北海道日本ハムファイターズの新監督に就任し、日本中の注目を集めています。新庄剛志さんといえば、ド派手なパフォーマンスや大胆な発言で今なお多くのファンを抱える大スターですが、そんなビッグボスには触れられたくない過去があったようです。そこで今回はそんな新庄剛志さんの触れられたくない過去について触れていこうと思います。またご家族に関しても興味深い情報が出てきましたので、お伝えしていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。冒頭でお話しした通り、北海道日本ハムファイターズの新監督に就任し、日本中の注目を集めている新庄剛志さん。11月4日、新庄さんが札幌市内で就任会見を行うと、情報ライブミヤネ屋とゴゴスマが生中継、バイキングモアも放送内で取り扱い、テレビ各局のワイドショーが、プロ野球の監督就任会見としては、前代未聞の体制で臨みました。また、地元の北海道テレビでも特番一押し緊急スペシャル稲葉 GM 新庄監督で V 奪還へ新体制で臨むファイターズが放送され、注目度の高さを見せつけました。その後もこのお祭り騒ぎは収まる様子がありません。当日、新庄さんはド派手な深紅のスーツで登場し、優勝なんか目指しませんなどとキャッチーな言葉を連発し、早速メディアの期待に応えていました。さらに3000万円かけたという自身の美容整形もネタにし、これからは顔を変えずにチームを変えていきたいと思いますとぶち上げたのでした。この会見にはメディア計35社が殺到し、就任会見から2日間の露出効果は広告費に換算して105億円に上ったといいます。新庄を取り上げると軒並み視聴率がアップするのです。特に50代以上の主婦層の人気が高く、テレビ局にも新庄剛志さんをもっと見たいという熱烈なファンの声が届いていますとテレビ局の幹部は語っていました。そしてバカ騒ぎの最たる例が朝の情報番組スッキリと言われています。同番組では連日にわたり昨日のビッグボスというコーナーを放送、新庄剛志 BB を連呼し、沖縄キャンプの様子等を取り上げていました。ところがキャンプ終了から6日間、公の場に新庄さんが登場しないことがあり、コーナーが持たなくなったのか、阿部裕二リポーターがお茶の水の楽器店ビッグボスを訪れ、そのやり取りが放送されたのです。さすがに苦しすぎる展開に局内からも失笑を通り越し、嘲笑の声が上がっていました。しかしそんなバカ騒ぎに便乗し、門外漢であるタレントや芸能人が皆一様に褒めちぎるという珍現象が起きていたようです。11月7日、火を見るに敏なお笑いコンビダウンタウンの松本人志さんは、情報バラエティ番組ワイドナショーに出演すると、就任会見は文句のつけどころがない、適当に喋っているようで実はすごくクレバーでと賛辞を述べていました。新庄さんが監督になることの経済効果について、一人で60億円をもたらすとの説を紹介すると、松本さんは、いやもっとじゃないかな、僕もあんまり野球興味ない人ですけど、ちょっと来年は期待したいなと話し、手放しで褒めたたえたのです。同番組にゲストとして出演した歌手の泉谷茂さんも、エンタメ全体のことを考えるとこれくらいの人がやってくれた方がいいと全力でよいしょしていました。その他、日本ハムの本拠地北海道出身の加藤浩二さんを含め、全ての番組司会者がこれからの球界は新庄剛志だとばかりに持ち上げまくったのです。2022年の球界は新庄さんを中心に回っていくことが確約されたような事態ですが、果たして新庄さんはビッグボスにふさわしい人物なのでしょうか。新庄さんをめぐっては常に金にまつわるどす黒いトラブルが付きまとっているという噂も。新庄さんは1998年、福岡県の西日本短期大学附属高校からドラフト5位で阪神タイガースに入団。その直後から母親の知り合いの会社経営者 A さんに
金銭管理をすべて任せていたといいます。関係者によると、新庄さんはその A さんに心酔し、稼いだお金をすべて預けてたそうです。その時の彼は、僕がプロ野球選手としてやっていけているのも A さんのおかげと言ってはばからないほどでした。当然メジャー行きを後押ししたのも A さんだったとのことです。反対を受けたメジャー挑戦は果たして吉と出ました。新庄さんは1年目からニューヨークメッツで4番打者に抜擢されると、攻守ともに活躍、メジャーリーガーとして一躍スターダムにのし上がったのです。年俸は億単位でしたが、当時舞い込んだ収入の多くのウェイトを占めたのは、シーズンオフのテレビ CM 出演料と大企業とスポンサー契約を結ぶことで、年収はうなぎ登りに増えていき、新庄さんは見事にアメリカンドリームを手に入れました。鳴り物入りで日本に帰国し、日本ハムに移籍すると、多くの新庄ファンを球場に呼び、球団のドル箱選手として重宝されました。2006年に日本ハムを最後に引退するまでに稼いだお金は、ざっと44億円。ところが、引退後にあることが発覚。CM 撮影で訪れたインドネシアのバリ島に心を奪われ、移住を決意した新座が預金口座を確認したところ、22億円あるはずの残高が2200万円しかなかったようなのです。新庄さんが A さんを問い詰めると、会社の資金に不正流用し、そのほとんどを溶かしていたことが判明。結果、新庄さんは民事裁判を起こしました。この一連の裁判が終わったのは2012年頃、 A さんが自己破産したため8000万円を取り戻したようですが、莫大な弁護士費用もかかり、手元にはほとんど残らなかったといいます。実はその頃、金銭に窮した新庄さんが藁をもすがる思いで頼った人物がいるそうです。それは、沖縄のキャバクラ王の異名を取る X 氏。 X 氏は元兵庫県警刑事という経歴の持ち主で、反社を含めて得体の知れない人脈が多数ある人物とのこと。かつては風俗店の広告冊子の制作に関わっていたこともあったそうです。彼は芸能界にもパイプがあり、現役引退した島田紳助さんをかくまっていたとも噂されています。新庄さんはそんな X 氏と懇意にし、帰国するどに銀座のオフィスに頻繁に顔を出していました。もしかすると新庄さんは X 氏をスポンサーとして見ていたのかもしれません。懐いてくる新庄さんを X 氏も頑張れやと励まし、まんざらでもない様子だったと球団関係者が語っています。なんと新庄さんは現役引退後、怪しげな人脈と連なることでここをしのいでいた時期があったのです。もっとも新庄さんは2020年12月に受けた12球団合同トライアウトが球界復帰のきっかけになったことを明かしています。挑戦を表明したのはその1年前の2019年11月。現役復帰に向けて約1年間トレーニングを積んだものの、各球団からのオファーはありませんでした。実はある球団からは、1年間ベンチでも客寄せパンダとして広報戦略として使えば数千万円の年俸を与えても費用対効果はプラスなんじゃないかという意見がかなりあったようです。ところがある事情が絡み、手を挙げる球団は皆無だったようなのです。トライアウトで新庄獲得に乗り出す球団が現れなかった理由は、新庄さんをめぐりある疑惑が渦巻き続けていたことだといいます。何で俺だけなんや、あいつだって真っ黒や、あいつは日本にいるとパクられるから海外行っとんねん。かつて周囲にそう吠えていたのは、2016年2月に覚醒剤取締法違反容疑で逮捕された元プロ野球選手の清原和博さんです。清原さんに、あいつ、呼ばわりされたのが、まさに新庄さん。清原さんは新庄さんの疑惑を掘り起こし、不満をぶち上げたのです。当時、新庄さんは路列が回らないことが多々あり、周囲がやきもきすることがあったようで、それは昔から変わらず、未だに、何か危ないものをやっているのではないか、と言われることも。今回も日本ハムが新庄さんに監督を打診する際、違法ドラッグの噂があるが本当にクリーンなのかという意見を述べる幹部もいたほどだったそう。大谷翔平選手を失い、スター選手不足の日本ハムとしては背に腹は変えられなかったということでしょうか。清原さんと新庄さんの因縁は深いと
野球界では言われています。2018年10月、新庄さんはこれまでの人生を振り返った自叙伝ワイタコラを上司、その際ニュースサイトのインタビューに応じ、清原さんについて次のように語っていました。清原さんの本告白は10万部でしたっけ。あれには勝たなきゃいけないね。やっぱり野球じゃかなわなかったから、本では大先輩の清原さんに勝ちたい。清原さんもあんなしくじりをしていますけど、きっとハートが弱かったんですよ。さらに次のように突き放したのです。あの世代の高校球児って先輩からいじめられていたじゃないですか。僕もそうでしたけど、野球がうまいとなおさらいじめられる。だからプロに入ってもういじめられないように番長になりたかったんでしょうね。弱い心を強く見せるために、雑誌では仲がいいとか書かれたりしますけど、清原さんの電話番号も知らないし、飲みに行ったこともない。その恨みがあったのか、今回新庄さんが監督に就任するにあたり、清原さんは自身の YouTube チャンネル「きよちゃんスポーツ」で新庄さんの派手な服装について、プロ野球の OB はみんな嫌な気持ちになっていると真っ先に横槍を入れていました。会見を見た瞬間にちょっとイラッとしました。もうちょっと服装をちゃんとしてくると思ったんですよ。プロ野球の監督になったらある程度ちゃんとしてくる。選手の皆さん、このプロ野球界を盛り上げてください。ジャージを着ている男なんかに負けないでくださいと語っていました。場外乱闘が飛び出す中、新庄さんは至って我関せず通常運転だと言います。しかし宇宙人と呼ばれる新庄さんの裏の顔には並外れた狡猾さが見え隠れもしていますね。日ハム関係者は、新庄はああ見えて非常に計算高い、特に一度失敗しているだけに金には非常にシビアです。今回うちが望んだ複数年契約を蹴り、1年1億円の単年契約を結んだのもその現れでしょうと話しています。さらに新庄さんの主戦度な一面を旧知のテレビ関係者が明かしていました。過去に新庄はバラエティ番組に出演したことがありますが、彼が提示してきたギャラは1本500万円でした。バリ島での生活をレポートする番組等を作れば話題性は確かにありますが、それにしても提示額がバカ高すぎるとプロデューサーは頭を抱えていました。就任会見翌日の取材対応で新庄さんは、実力の世界なので下手なものはユニフォームを脱いでもらわないと、グラウンドに立つ前の準備や夜他人が寝ている時に練習すればいいだけのことと語り、プロの矜持を見せつけました。就任以来、新庄さんの言葉を金華玉城のように取り上げる大手メディアたちですが、再び時代の寵児になり上がった新庄さんがスキャンダルで身を滅ぼす日が来ないとも限りませんね。果たしてメディアの競争曲が虚しく響く日は来るのでしょうか。そんな知られたくない過去を持つ新庄剛志さんですが、ご家族についてもやばい噂が立っていました。野球の実力はさることながら、その華やかなルックスとパフォーマンスで多くの女性ファンを虜にしてきた新庄さん、プライベートでは2000年にモデルでタレントの大河内志保さんと結婚したものの、2007年に離婚。7年間結婚生活を送られていますが、お二人の間にはお子さんもおらず、新庄さんはその後も再婚されていません。その理由がどうやらヤバいと噂されているようです。理由1、自分自身が子供だから。新庄さんは2018年3月に放送された今夜比べてみましたで、僕自身が子供だから子供はいらないと発言をしています。新庄さんが子供はいらないと明言したことは一度ではなく、たびたびメディアでいわゆる選択的こなしを明かしています。その理由として新庄さんが語っていた内容が、自分自身が子供だから子供はいらないというものです。このことから新庄さんは常日頃ご自身で自覚している性格なのだろうと推察できます。理由2、自由を重視しているから。新庄さんは自由に対して強いこだわりがある人物として知られています。そこで子供を作ると自分の自由が制限されるため、子供を作らないのでは
と噂されているようです。新庄さんの自由へのこだわりは SNS やメディアでの発言などいくつもの場面で感じ取ることができます。例えば X のアカウント名が新庄フリーダム、 X で自由人になりたいなら日々ストイックになれとポストし 4.6 万いいねがついたことも。元妻大河内志保さんとの離婚理由について自由が欲しかったんでしょうねと発言。俺はただただ自由が好き、人生自由が一番と発言。このように新庄さんは自由に生きることについて一貫してこだわりを持っています。一方、自由を求めているとはいえ、先ほど紹介した SNS のメッセージ内容にもある通り、そこまで持ってくるためにはいろいろ自由じゃないこともしてこなきゃいけないの。それをやってきたから俺は自由を手に入れることができたのよと、自由を得るためにたくさんの苦労をしてきたことも明かしています。たくさんの苦労を経て自由に生きられる人生を選択できたことがよくわかりますね。理由3、子供が欲しくないから。新庄さんは子供は欲しくないとはっきりと明言しています。2018年放送の今夜比べてみましたで、新庄さんが当時交際していた女性をスタジオに連れてきたことで話題となりました。その際に新庄さんは、俺結婚しない、彼女作らない、子供作らないって決めてるからと発言。子供が欲しいという願望も一切ないと語っており、彼女の前でもこのように語るほどですから、子供を作らない意思は固いように思えますね。理由4、野球に集中したいから。新庄さんといえばド派手なパフォーマンスも持ち味の一つ、突き抜けるような明るい性格のイメージがありますが、野球に関しては大変ストイックな方だったことでも有名です。新庄さんは大河内志保さんとの結婚前、塩と野球は両立できない、だからお前も女優として生きなさいと、俺は両立はできないと別れを告げたことを明かしています。結果、大河内志保さんが女優業を辞め、新庄さんについていく意思を示したため責任を取って結婚をしたと明かしています。しかし2001年にメジャーリーグに挑戦することを決めた新庄さんは、妻である大河内志保さんを日本に残し海を渡りました。その理由について新庄さんは、仮に奥さんと一緒にアメリカに行って風邪とかひいて病院あるとか聞かれても野球に集中できないじゃないですかと語っていました。新庄さんにとっては妻の存在でさえも野球一本に集中できなくなる可能性がある、一極集中タイプのようです。子供が生まれれば父親として放っておくことはできないでしょうから、野球人生を全力で生きてきた新庄さんにとって子供を設けない選択はごく自然に行き着いたものなのかもしれません。理由5、女性との遊びを楽しみたいから。新庄さんは現在でも女性に困ることのないプレイボーイです。2021年3月に放送されたトークイーンズ内では、新庄さんにこんな問いかけが。今も結構遊んでる？この問いかけに対して新庄さんは、うん、遊んでるよ、7から8人はいるんじゃない、モテすぎて困っちゃうと答えています。しかも新庄さんは常に複数の女性と遊んでいることをオープンにしており、他の女性がいてもいいなら遊ぶよとはっきりと話しておくそうですよ。不特定多数の女性と遊ぶことが好きな新庄さんであれば、父親になる決断はできないかもしれませんね。また新庄さんは自由がないことを理由に再婚の意思がないことをメディアに明かしています。2024年1月、千葉鎌ヶ谷で新年最初の取材対応をした新庄さんですが、その際に記者から再婚願望について質問が飛びました。そこで新庄さんは、僕はしないですと即答。結婚に向いてないかな、向いてないというか、僕は一生子供のままでいたいし、結婚して子供が生まれてディズニーランド2時間並べないもん、ははは、と話し笑いを誘っていました。また2021年のテレビ番組内でも次のように結婚願望を否定。今はないね、結婚してても自由なんだけど自由じゃない気がする。新庄さんはこのように一貫して自分自身が子供、
自由でありたいと語り、再婚願望や子供について否定をしてきました。一見自由すぎる方にも見えますが、ご自分のことをよく分かっているからこそ、自分のせいで悲しむことがないように配慮されているようにも思えてきますね。いかがでしたでしょうか。新庄さんはいくつになっても自由にたくさんの女性との時間を楽しんでいるようです。年を重ねても小さくまとまらない姿は今でも変わらずスーパースターですね。これからのご活躍にも期待しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。